東京競馬場、関東の G1 のファンファーレです。枠入りが始まりました。吉田さん順調のようですね、スタート地点の吉田のブアナウンサー、特に入れ込んでる馬いませんか？そうですね、襟章どっしりと落ち着いたままゲートに収まりました。そうですか、はい、さて実況席の吉田さん、襟章は行きますか、それともペースを見て抑えますかね？ペース次第では逃げる可能性もあると思いますね。それとあのペンタイヤのスタートにちょっと注目ですね。そうですか、凱旋門賞で奥で遅れていますんでね。さあ岸あたりが収まりまして、どうやら体制完了であります。第16回ジャパンカップであります。ゲート開いた、スタートを切りました。さすが選ばれた優秀だけあります。15頭綺麗なスタートを切りました。さあ注目のエリシオ、ゼッケン9番黄色い帽子、あまり先には行きません。代わって外の方から加熱クロス、的場が行きました。的場がどうやらペースを作る感じです。そしてエリシオは2番手につけました。エリシオは2番手、そしてファビュラスラフィンが内3番手であります。そしてその後方から1番のひとたてジップチョイスであります。そして赤い帽子のバブルガムフラオ、現在エリシオの直後、現在5番手追走であります。岡部のバブルガムフェローは現在5番手で1コーナーから2コーナーに行こうとしております。さあ割と序列ができつつあります。2コーナーに入ります。先頭からそれでは見ていくことにいたしましょう。先頭は13番の加熱クロスであります。的場が立っています。その後方から単勝1番人気エリシオ、凱旋門賞馬が行っています。ダベラスラフィンが3番手、そして赤い帽子はただ1頭であります。バブルガムフラオちょっと岡部持って行かれているか。白い帽子ストラタジックチョイスがいます。その後方ちょっと切れました。外を通りましては、優先賞であります。さらに14番のシングスピール、さらに3番の大気フォーチュン、さらに7番のペンタイヤであります。そして桜の勝負服は桜慶山号であります。アウトコースを通りましてはダンスパートナー、さらにアワット、そしてもう一頭アメリカのフラッグダウン、そしてヒシナタリーがいます。ヒシナタリーがいる最後方から2番のゴーゴーゼットで前半の 1400m を今通過しました。1分24秒台、これはほとんど平均ペースと言っていいかもしれません。先頭は依然としてカネツクロス、そしてエリショーががっしり手綱をしてペリエ2番手であります。そして徐々にカネツクロスの差を体半分まで詰めていきました。その後方からファビュラスラフィン、そして赤い帽子のバブガルフローも好位置をキープであります。 3,4 コーナーの中間地点を過ぎます。さあ府中の直線が 500m と長い、そして差があります。馬なりでエリショーが上がってくる。加熱クラスもまだ頑張っている。さあエリショーだ、そしてストラテックチョイス、白い帽子が伸びてきた。ストラテックチョイス戻ってきた。ファビュラスラフィン、ファビュラスラフィンも来ていると。さあ間をついてシングスピール来ている。さあその後方からペンタイヤであります。バブルは伸びない、バブルはもがいている。バブルが伸びていない、バブルは伸びていない。さあ200を切りました、200を切った。さあ4頭から5頭広がった。さあシングスピールか、そしてファビュラスラフィンか、ファビュラスか、シングスピールか。外の方から1番のストラテックチョイスが来ているが、14番のシングスピールがわずかにファビュラスを抑えたか。ランフランコデッドオリ、自ら勝利を確信しています。シングスピールです。内でファビュラスラフィン、松永が頑張りましたが、わずかにゴールでは外、シングスピールが体勢有利とお伝えしておきます。勝ち時計が2分23秒8。吉田さんはどうご覧になりました？そうですね、外の、シングスピール、はい、デッドオリ騎手はもうガッツポーズ、手を挙げてしまいましたしね。騎手は大体自分が離さても勝つ負けたというのは大体分かっていますが、そうですね、一応1着写真、そして3着4着写真、勝ち時計が2分23秒8、ランフランコデッドオリ騎手、今意気揚々と引き上げてまいりました。直線のね、瞬発力比べになったんですけれども、はい、大体いいところにつけてた馬の争いになりましたね。なるほどね。いやしかしもうこれは勝利を確信しているデッドオーリ騎手の、アクションでありますが、それにしましてもやはりまた明日もなかなかこのジャパンカップ一番人気が勝つことができないという、今まで勝ったのはルドルフだけだったんですけどもね、やはりそのジンクスな最近も生きてるわけですね。そういうのは競馬ですので、あると思うんですよね。